本当に聞かれたこと、デートの定義が分かんないと、外国人。あー、デートの定義、どっからこれはデートなのか、あれなんか TOKIO の歌みたいな、まあいいやどっからデートなの、うん、そう、これはデートだったの、これはデートだったの、どうだったのみたいな、ただ遊びに行っただけみたいな。定義したい相手ならデートしようって言えばいいと思う。デートかどうか分かんないっていうことは好きだからですよね。多分そうも思ってない相手だと、別にデートだろうがご飯だろうが、ただのご飯で終わるんですよ。あ、ご飯だったのか、なるほどなるほど。デートかどうか分かんない、何だったんだろうって思うぐらいやったら、次はデートに行こうって誘った方がいいと思います。へえ普通にちょっと参考になったから個人的な意見なんですけど、その先のがもう重要なわけだ。デートかどうか分かんないままが嫌だったら、デートしようって先に言っちゃえばデートになりますし、ただご飯に行こうっていうフランクな感じでいいんだったら、普通にご飯行っただけだったら、女の子もあ、ご飯行った男友達とっていうだけになると思うので、まあ、ただお互いに好意があるなってなったら、多分デートになりますね。確かになんかデートってこう好意の確認の試合みたいなところがありますもんね。ね、なんですかね。確かにデートの定義で、日本人同士でもありません、どうやってデートだったのかなって思うけど、うもう正直男性の方からデート行こうって言っていただけるのが一番嬉しい。その単語を使うのが重要。うん、デートしようか、まあ、デートしようじゃなくてもいいんですけど、うん、好意があるよって分かりやすく、うん、笑顔で話すとか、うん、うんうんって前のめりで聞いてくれるとか、示してくれると、あ、なんかこの人ついてくれてるのかなみたいな。こうやって聞かれると、おんおんって聞かれると、ちょっとなんか面接しに来てるのかな気になっちゃうから、興味ないんかなこの人みたいになっちゃうから、それはデートって言えなくなっちゃうじゃないですか。だったら好意があるんやったら好意を示してほしいなっていう思います。駆け引きなんていらんから。そういうものなんですね。なるほど、やっぱね、男子的からするとすぐ駆け引きしたがっちゃいますからね。意味わからへん、意味わからないんだ駆け引き、そこがまたこう、だってどっちにもメリットなくないですか。例えばですよ、それが随分前に失敗したことなんですけどこれ実体験なんですけど例えばその遊びに行くじゃないですか、うん、まあ確かにデートしようよって言って、うん、そこから誘われなくなったっていうか、断られるみたいなことあって、あ、これもう終わりなんだって認めたくないから言えないみたいな。なるほど。たまに、うん、男子も複雑なんですよ、いろいろと。そうなんですよ。なるほど。なんだろう、その関係が壊れるのが嫌だーみたいなのたまにあったりするんですよね。関係が壊れて、確かに同じコミュニティ内だったら余計そうですね、うん、そうですね。なんか逆にその脈がないなら、ちょっと俺とあ、この遊ぼうとしないでよみたいないう気持ちはちょっとあったりしますね。早めにこう切ってくれみたいな気持ちがあったりも、まあ、これは多分世界共通ですよね。ね、どっちつかずの状態って結構、そうそうそう、女性というかアスカさん的にはもう直接一体欲しいみたいな、関係を進めたいんやったら好意を示してくれる方が分かりやすいし、うん、早いっていうか、うん、確かに時間がもったいない確かに時間は有限です。あ、それこそさっき言ってた、もう関係ないとか、うん、もう無理だったらもうはっきり示してほしいんですよ。逆でも私自分からアピールするタイプなんですけどだったら興味がないんやったらもう返事しないとかの方が、うん、あ、わかりましたって、おあ、いいよって言って何回も会ってくれるけど話進まないとかの方が、うんうん、どっちやねんなみたいななっちゃうから、お互い時間の無駄やなって思うから、うんうん、ストレートに愛情表現してくれる人の方が私は好きです。先生、勉強になりますもう今俺完全に視聴者と心一緒ですからね。画面の向こう側だから俺今いるのが